もセムです。どうも農場長です。皆さん突然ですが箱買いすぎちゃいました。ちょっと画面にね映りきってないんですけども、こちらにですね、まあ、箱っていうかコンテナの方が6つあるんですけども、今ね塗装中で奥にももう1個あって計7個あるんですよ。この間ね動画でアームロール車ね新しくねもう1台導入したということで、これね箱何個かあった方がいいなっていうことで数多めに買いすぎちゃいましたね。まああるに越したことないのでこれでやっていきたいと思うんですけども、今回は何やっていくかと言いますと、せっかくねこんなにねコンテナがあるのでアームロール車にコンテナを積み込む作業方法とその注意点ということでやっていきたいなと思います。農家の皆さんはアームロール車ねなかなか使用する機会ってものないかと思うんですけども、僕たちのチャンネルねトラックとか車両ね好きな方多いと思います。そういった方は楽しんでご覧いただければ嬉しいし、もしねアームロールの操作方法ってもの詳しい方は、僕たちの動画見た後にですねちょっとそこ違うよとかね優しくねコメントいただければなと思います。僕たちもねちょっと記録がてらね今回作業方法ってものをやっていきたいなと思います。それではね早速やっていきたいと思います。SN ファーマーズです。はい、じゃあね早速作業の方を始めていきたいんですけども、アームロールのね箱コンテナですねの積み下ろしということで、前回とかの動画もしくは前のアームロールの紹介の時に詳しい作業方法とかっていうのは教えてこなかったので、そちらの方まず解説していきたいと思います。でアームロール車の操作なんですけども、うちのトラックですと、ハンドルの右側の方に PTO のボタンがありますので、こちらをですねクラッチをつないだ状態でオンにします。そうしましたら、モニターの方に PTO 作動中と出ますので、こちらが出たら操作の準備が OK となります。そうしましたら運転席の右手の方にこういったコントローラーがあるんですけども、 PTO をオンにすればこちらのパワーランプがついてね操作することができます。でボタンが2つありまして、ティルトアップダウン、脱着引き上げ下ろし、こちらはですね、ダンプアップする際のボタンですので今日は使いません。今回使うのですがこちらの右側の脱着引き上げ下ろしというボタンですね。でこちらのねギアとサイドブレーキなんですけども、積み下ろしの際はですねギアはニュートラル、サイドブレーキの方はですね下ろした状態でフリーの状態で使うのがいいですね。はい、じゃあ早速下ろしの方の作業からやっていきたいと思います。はい、で今回なんですけども、こちらのアームロール車の後ろちょっと1台分空いてるんですけども、ここを置き場と想定して作業やっていきたいと思います。でアームロール下ろす場合はですね、アームロール車1台、それから箱が下ろせる場所1台分開けて、作業をしてください。で先に下ろしの作業をやっていくんですけども、最初に注意点1つだけ教えていきたいと思います。運転席からですねこうやって後ろを覗くと、もちろんアームロールの箱があって後ろっていうのは全然見えないんですね。でサイドミラーで確認できるのも車体の横側だけですので、絶対一回降りて後ろに物がないかとか人がいないかっていうのを絶対確認して降ろすようにしてください。じゃないとですね人災事故とかにつながりますので、ここだけは絶対注意していただきたいポイントです。降ろしの作業をやっていきたいと思います。はい、今下ろしの作業の方が終わりました。次はですね箱を乗せていく作業をやっていきたいと思います。で一回動かしてね乗せる位置までまた車を持ってきて乗せるという作業をやっていきたいと思います。でそちらの方もね注意点先にありますので、そちらの方説明聞いてから見てください。 SN ファーマーズです。はい、じゃあこれから積み込みの作業をやっていきたいと思います。今ね後ろに箱が見えてると思うんですけども、そちらに向かって斜めにバックして車体をつけて積み込みをやっていきます。で積み込みの注意点なんですけども、気持ち的にはアームロールのフック出した状態でバックすればすごくやりやすいんですけども、真横から見てもらったら分かるんですけども、バンパーよりですねアームロールのフックの部分が後ろに出ますので、リアのオーバーハングっていうのがちょっと増えるんですね。そうするといつもね切り返してる車幅よりも長くなってしまいますので、周りに車があったりだとか物がいっぱいあるような敷地でこのような状態でバックしてしまいますと、オーバーハングの慣れてない部分でぶつけたりとかフックのところを損傷してしまうということになりますので、アームロールの箱に垂直に車をつけるまではフックを出さないようにしていただきたいと思います。はい、じゃあね、車体をアームロールに対して垂直につける作業をまずやっていきたいと思います。はい、でバックでつけるときはですね後ろにでっかいガラス窓ありますので、そちらでですね後ろを見ながら車体の中心をフックをかける場所にね向かわせていきます。
前回ね紹介した6トンの贈答車、あちらはですねバックモニターがついているのですごくバックで箱付けっていうのは楽なんですけども、こういったバックモニターも何もついてない車両は絶対後ろ確認してセンター合うようにつけてからフックを下ろすようにしてください。じゃあ積み込みなんですけども、また注意点ありますのでいくつか紹介していきたいと思います。はい、今回の積み込みの作業想定としましては、箱の中身はね満タン状態という想定でやっていきたいと思います。で、積み込みの注意点なんですけども、まずはですねこちらの方にですねジャッキというものがついてるんですけども、これですね、こちら左右にですね2個ついてますので、まずこちらを下ろしていきます。こちらの車両は手動なんですけども、物によっては電動とか脱着式のタイプというものもありますので、こちらはただ下ろすだけのジャッキになりますので下ろしていきます。でジャッキを下ろした際ですね、こちらに、ロックがありますのでこれちゃんと差し込んでください。じゃないとですねロック外れてフリーでまた戻っちゃったりしますので、こちら注意点です。はい、今のジャッキ下ろしたんですけども、これつけないと例えば今から引き上げるものが想定したよりちょっと重たいとか荷重ギリギリとかという状態ですと、持ち上げた時にですねフロントが浮いてしまったりですねちょっと危険な状態になりますので、それを防止するための補助装置となっております。はい、こちら出しましたら次ねアームロールのフックを下ろして、こちらの箱側のフックに引っ掛けていきます。今ねちょっと車体と箱の位置が隙間空いてるんですけども、アームロールのフックね上からこういう風に降りてきますので、ちょっとね間隔空けて一回下げてからバックしてフックを引っ掛けるという状態にしたいですので、コンテナにね車両つける際はちょっと隙間空けて置いておくのがポイントです。じゃあやっていきます。はい、フックかけました。フックかけたら一回降りてね、ちゃんとフックが真ん中にかかってるかどうかとか外れてないかっていうのをね見て、それから、積み込みするようにしてください。このような状態ですね。でそれからですね、今度持ち上げる際の注意点、コンテナ側のこのレールの部分ですね、2箇所あるんですけども、これがちゃんと持ち上げた時に、ここのロールの部分引き上げていく際にレールがちゃんとここに乗っかってスライドしている状態を確認して引き上げるようにしてください。たまにですね、斜めった状態でやってますと、ここから外れてアームロールの箱落ちたりしますので、これ本当に危険ですので、絶対、車体に乗って後ろを確認しながらね、ここですね確認しながら引き上げるようにしてください。じゃあやっていきます。 SN ファーマーズです。ここまで来たらね、ちゃんと後ろからレールに乗ってるかどうかを確認しながらゆっくり車体と箱をつけます。はい、レールがちゃんと乗ってるのを確認できましたら、あとは引き上げていきます。先ほど言ったんですけども、この時にギアとサイドブレーキはフリーの状態でやっていきます。積み込みしましたら、先ほどジャッキ出したんですけども、ジャッキしまい忘れないでください。こちらね、結構荷重かかってもう1センチとかしか隙間空きませんので、走ってる時にねガンガンってジャッキ壊したりしますので、積み込みしたら今度はジャッキ上げるっていう作業を忘れないでやっていきます。上げた時もですねロックちゃんとしないと今度走ってる最中にこれが下がってきますので、注意してください。はい、ここまで来ましたら、下回り見てですねちゃんとレールに乗ってるか最終確認して走り出してください。6トンの贈答車のアームロールなんですけども、これとは形が違いまして、レールのロックがついてるんですけども、これはですね何もついてないもの、車体によってねいろいろ仕様が違ったものがありますので、使う車両とか確認してみてください。はい、以上になります。 SN ファーマーズです。はい、コンテナの操作いかがでしたでしょうか。農場長ねスパッとつけてうまかったですね。これねカット編集とかじゃなくて一発でつけてるんですよ。僕もね撮影してて、おお一発でつけれるんだ、自分だったらもうぶつけてるだろうなと思いながらもね安心して撮影に臨むことができました。さすがでした。はい、ありがとうございます。はい、で今回のまとめなんですけども、積み下ろしの時は周りに人がいないかとかそういうのを確認してちゃんと下ろすと。で積み込みの時はちょっと多かったですね。フックを出した状態でバック操作しない、フックがちゃんとかかってるかどうか、あとはジャッキをちゃんと
出しましょうと、持ち上げるときにレールにかかってるかどうか確認してやることが大事ということでしたね。もしねアームロール車扱う機会とか皆様ございましたら、今日のことをちょっと思い出してやってみてはいかがでしょうか。あとはですね、今、アームロールもしお使いの方がいて、ちょっと今回の作業で気になった点、そういった点がございましたらですね、ぜひぜひコメントの方に書いていただければと思います。はい、このような感じでこのチャンネルでは農業に関する動画や車両整備について発信してますので、このような内容に興味のある方はぜひチャンネル登録、あと高評価、こちらの方もぜひよろしくお願いいたします。お願いします。それからツイッターインスタやってますので、こちらの方もフォローの方よろしくお願いいたします。はい、じゃあね、今回の動画はこれで以上にしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。